お疲れ様です、えー、今回はですね8月11日に投開票が迫る福山市長選についてねお話してみようかと思います、えー、現職の枝広さんこちらがですね左側にいらっしゃる方なんですけどもこの方はね地盤がものすごく強くってまあ枝広っていう名字だけでもね 地域の有力者ってことが分かるぐらい枝広一族ってのはこの辺りのもともとの地主でありね、えー、有力者なんですよ。まあこの人に逆らう人はほとんどいないだろうみたいな感じなんですけどもただこの方ね2期続けてるんですけどもこの方がね市長選に立候補した時もいろいろとねあの批判はあったわけなんですよ。でも実際に 今みたいに市長に収まってみると、まあこの福山市っていう町はむね不満の少ないところでもありますし、まあそれからね、福山市政が腐ってるってこともあんまりないんですよね。えー、ただ、これからはわかりません。えー、というのが、やっぱり古いんですよね。今回も福山市長選に対して様々な実績をいろいろとね、えー、誇ってはいるんですよ。 持参自自しているんですけどもただ先のことを考えているような実績とかそれから計画にはなっていないですねまあ人口もずっと減り続けるこの福山市なんですけどもじゃあこれからどうするってことうんまあ多く言えば福山市の人口維持ってのは周辺の市区町村からの人口流入によって支えられてるんですけどもその分 近隣のです、ね、市区町村っていうのがものすごい過疎化を進めていて、これ以上人口の流出が不可能なぐらい人が減ってるんですよね。まあ、そうなると、もう今ですら福山市の人口減りつつあります。以前は、ね、48万人をピークとして、今45万人になってるわけですよ。まあ、このように減ってる中で、今後40万人とかね、35万人とかっていう時代も来るわけですよ。 特に2050年には35万人を割ると言われてるんですよね。ものすごいスピードで人口減るわけですよ。こうなってくると、今、枝広市長が長年の課題としている福山道路の建設とかね、トンネル工事とか、果たして10年後、20年後に渋滞がものすごく悩みになるぐらいの町の,の規模になってるのかなと思ったら、こんな工事いらないんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、それよりも 遠方に住んでいてもコミュニケーションが十分に円滑に図れるような、まあそんな IT の整備が必要になってくると思います。まあということでね、えー、今後、まだ健在化してませんけども、福山市をはじめとする、まあ中核都市、各都道府県にございます、まあそこそこ中規模のね、40万人とか50万人規模の都市っていうのは、 今までの高度経済成長期の成功事例を上塗りしているようなことでは、やっぱりダメなんじゃないかなと思いますよね。政策がもう全て時代遅れなわけですよ。で、さらに、新人が今回ね、宇田さんっていう方、宇田高見さんっていう方が立候補されてますけども、残念ながらこの人の、まあ政策も時代遅れでですね、うん、やっぱ決まり切ったように言うんですよ。少子高齢化対策だとかね、子育てに優しいとかなんとかっていうね。うん、まあこれも、 別に、やって悪いことはないんですけども、問題はもっと根本的なところにあるんですよね。まあ、というのが、一人で生きるのがものすごくね、難しい時代になっちゃったってことなんですよ。で、一人で生きるのが難しければ、当然ですけども、他者とのコミュニケーションをしようとかね、恋愛をして結婚しようっていうところは、もう本当に特権階級のなせる技になっちゃってるわけですよね。もうちょっとわかりやすく言うと、モテない人をいかにモテるようにするかっていうこととね。まあ、あとは、 人とのコミュニケーションに意欲を失ってしまった人にどう意欲を持たせるかっていうところが全てなんですよね。まあそれがない限りは何も始まらないんですよ。うん、結局人口がなんで減るかっていうと当然ですけども出産がないからでしょ。なんで出産がないかっていうと基本的には結婚も恋愛も特権階級のもう別世界のね、まあ、趣味というか遊びというか生き方になってるわけですよ。まあそれこそね 一人で自由気ままに生きるみたいな、昔で言うとね、男は辛いのはトラさんみたいな人生になっちゃうわけですよ。多少の恋愛はしても、人生を真面目にね、誰かと考えていこうっていうふうにはなりにくい。まあ、ということで、過所分所得を増やしていくとか、それから自由なお仕事の選び方ができるようにしていくとかね、こういったところに手を入れないといけないところで、対立塾の宇田高見さんていてのはね、 まあ、SNS を駆使して知名度を広げるみたいなこと言ってますけども、まあ、はっきり言って全然使えてないんですよ。IT 音痴の極みと言ってもいいぐらいです。まあ、これで SNS を駆使とか言ったらね、その辺の売れない飲食店の方が上手に使ってますからね。うん、まあ、この辺は、せっかくお若い方がね、 立候補されたんですけども、もんんまあ、すごく不思議な感覚ですよね。<laughs> この30代の方なのに、うん it 音痴というね。まあ、ちょっと先が見えないところがあるかなというところはあります。まあ、それから福山市政が現状、市民の声を反映してないっていうふうにも言われてるんですけども、具体的に何が反映されてないのかってことがまあ、分かりにくいんですよね。うんまあ、ですんで、新しい方が出てきたなぐらいにしか。 感じれなないのとそそもそももう福山市市民が市政に対してて興味を失ってるわけなんですよ <laughs> だから今どのようにね福山市が方針を持ってるのかどっちに向かってるのか何ができていないのかってことすらもう当事者たる福山市民が全く、うん、分かっていないそれよりも今日の晩ご飯のおかずは何にしようかとかね来月には自分の仕事はあるだろうかっていう個人的な悩みに終始してるわけですよねまあもちろん そういったところはねあの、個人の力量によるところだと言われればそれまでなんですけども、しかし個人の力量に全部任せてしまうと、これ、福山市行政ってのは、またあ不必要になってしまいますんでね、やっぱこう、手当てをするって言葉がありますけども、個人的な力が足りない人に、いかにね、 こういった市区町村が力を貸していくのか、まあ、町内会が力を貸していくのか、ひああいては国政が力を貸していくのかっていうところで、えー、結果平等っていうのは図れていくんじゃないかなと思いますね。えー枝広、現職の枝広市長っていうのは、すごいですよ、自民、公明、立憲民主、国民民主という風なね、もうすべての政党がもう乗っかってるわけですよ、<laughs> 一体どうなっちゃってるんだろうかみたいなね、そんなところがあります。 で、えー、と対立の宇田高美さんは無所属ということなんで、この無所属も無党派を取り込もうとしているのかもしれませんけども、無党派層を取り込もうと思うとね、政治に信頼を失ってしまった人に対してのメッセージが必要なんですけども、これがなかなかね、語られていないっていうところがあるのかなっていうところと、発信もやっぱり弱いんですよね。 うん、市長選なんてね、本当に地元のテレビ局ですら、新聞社ですら取り上げないぐらい、もう興味を持たれてないものなんですよ。うん。だから陰謀でもなんでもなくって、いや、もう全く興味持たれてないから、対立候補も全然出てこないみたいなことがあってね。<laughs> まあ今回もね、前回はそのまんま、うん、無選挙で、えー、枝広さん、2期目を迎えられてますけども、今回やっとね、うん、対立候補が出てきたんですけども、うん、ただ、 現職の不満っていうのをいまいち捉えられてないのとそれからね、うん、今度宇田高美さんが福山市長になった時にどんな福山市になるかっていうところも、うん、まあ見えにくいと言いますかね響きにくいところがあるのかなと思いますよね、うん、まあそういった意味で言うとね、うん、そうですねまあ私がこうしたらいいんじゃないのっていうことを大げさに言っても申し訳ないんですけども例えば福山市の 市の職員を増やして、ね、まあそこに、えー、ロスェネ世代の雇用を膨らましていくってことになるとちょっとはなんかこう違った未来が見えるのかなっていうところとあとはもっともっとね IT に長けた人に対して手を差し伸べてほしいかなと思いますうんまあシリコンバレーっていうのがアメリカにありますけども別に福山市をね広島県のシリコンバレーにしてもいいわけですよまあ YouTuber をたくさん創出していくとか、まあ、それを行政がバックアップするとかねうん だからその IT に対してもっともっと力を入れていかなければ、まあ、これから人口が減って、お隣さんとの距離がね、どん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 物理的に遠くなるときに、何でもかんでもコンパクトシティって言ってね、住むところですら行政が指定するような、そんな冷たい世の中になってしまうわけですよ。それよりか、傘の町に住んでいても、何不自由なく暮らせるようなね、えー、IT アクセスってものを作っていけば、まだまだ救いがあるんじゃないかなと。 人口が減ることって一方的に悪いことじゃないんですよね。人口の減り方に対応しない行政があるからミスマッチが起きるわけで、もともと日本人の人口なんてね、江戸時代には3000万人ぐらいしかいなかったのに、世界一豊かな国を作ってたわけですから、まあそういったところに習う姿勢っていうのは、まあ必要なのかなと思いますし、まあ江戸時代をね、引き合いに出さなくても、壇の浦の戦いでね、 原兵合戦で兵器が破れてしまいましたけどもどんな山奥にも平家の残党がずっとね生き延びていたわけですよ、うん、そういうことを考えたら人口が減れば減ったで減ったなりの対策を立てていけばいいのかなと思うんですけどもいまだにね現職の井田弘さんも宇田高美さんも高度経済成長期のこれからどん,どん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 人口が増えるさなんとかなるさみたいな上に乗っかる政策しか立てられていないんじゃないかなというふうな気がしてなりません。 どのように皆さんお感じになったでしょうかそれでは一旦終了します